リオデジャネイロの衛星写真リオデジャネイロの衛星写真リオデジャネイロは、ブラジル南東部に位置するリオデジャネイロ州の州都。略称はリオ。世界有数のメガシティであり、国内最大の観光都市である。商工業が盛んであり、港湾都市としても知られる。人口は600万人を超え、サンパウロに次いでブラジル第2位にランクされる。経済規模でもサンパウロに次いで、 第2位にあり、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第56位、国内ではサンパウロに次ぐ第2位の都市と評価された。都市周辺の美しい文化的景観は、リオデジャネイロ、山と海との間のカリオカの景観群として2012年に世界遺産リストに登録された。 2016年には南米大陸では初となる第31回夏季オリンピックの開催都市となった。リオデジャネイロとはポルトガル語で1月の川という意味。ブラジルポルトガル語発音では IUD、ネル、ER、やサイ u d ネル、ER、となる。一般的にポルトガル語で都市名を読み書きする場合は男性系、女性系の区別をつけないが、 一般名詞と区別するためにリオデジャネイロは必ず男性定冠し、王をつけたオーリオデジャネイロという男性型で呼ばれる。ただし、長距離バスや航空機の行き先表示などでは単純にリオと略記されることもある。カーニバルで有名。コパカバーナ、イッパネマなどの世界的に有名な海岸を有し世界、三大美港の一つに数えられる美しい都市である。 都市の GDP は2010億ドルであり世界第30位。南米ではサンパウロ、ブエノスアイレスに次ぎ第3位である。1960年にブラジリアに遷都するまではブラジルの首都であった。また、1808年にナポレオンに本国領土を奪われたポルトガル王室が遷都してからブラジルが独立するまではポルトガルの首都であった。また、 中南米有数の貿易港でもあるために、ブラジルの経済的な中心地でもあった。近年は、経済の中心地は、サンパウロに移り、その地位が低下しているものの、依然として、中南米有数の経済都市である。また、ブラジルのみならず世界でも、有数の観光地としても、小路・ボサノバを生んだ音楽の都としても名高い。コルコバードからのリオデジャネイロのパノラマ左にやや、 傾いた平行四辺形の形状を呈した大陸部とグアナバラ湾内に分布する島嶼部の二つからなり、東西の長さは約7 0トル南北は3 7トルに及ぶ。公式的には全部で7つの大行政区と33の小地域、160の外区、バイロから構成されているが、外区の上位にある地区、D ストリートが存在しないのが特徴である。汎用的には、 セントロ、南部地域、北部地域、バラダ地中華地域、西部地域という区分がなされることが多い。1565年のリオデジャネイロの創設を描いた合戦502年1月に、ポルトガル人探検家ガスパールデレモスたちが、グアナバラ湾の湾口である、この地に到達。グアナバラ湾は、湾口が狭まっているため大きな川であると誤認し、発見した月にちなみ、 ポルトガル語で1月の川と命名した。ポルトガル人たちは海岸に壁を白く塗った家を建てて住んだ。先住民のトゥピ族は彼ら白人をカリオカと呼んだ。それが現代語のカリオカの起源である。1555年にフランスの植民地開拓者が南極フランス居留地を作ったが1567年にこれをポルトガル人は追い出し十八世紀までここに 小さなコミュニティを作っていた。町の名は川の名の転用である。17世紀までのリオは砂糖の栽培と製糖工場がある小さな港町に過ぎなかった。しかし18世紀前半に内陸のミナスジェライス州周辺で金鉱が発見された。この金の集産地は当初は近郊発見者であるバンデーランテスたちの基地である。 サンパウロであったが、1725年にリオとミノスジェライスを結ぶ振動が開通すると、距離的に近いリオがサンパウロに代わって、ミナスの金やダイヤモンドの積み出し港となり、ブラジル植民地の交通と富の中心となった。このためそれまで栄えていた北東部から南東部への重心の移動が生じ、1763年にはブラジル総督が、 サルバドール・ダバイヤからリオに移されブラジル植民地の主婦となった。カリオカ水道橋、18世紀前半に建設された1808年に半島戦争の勃発により、リスボンのポルトガル宮廷はナポレオン軍を逃れてリオに移転した。翌1809年、リオがポルトガル・ブラジル連合王国の首都となる。これによりリオは人口も増加し、 また高い文化を持った移住者たちによって文化も進歩した。1821年には王の帰還と共に首都もリスボンに再選とされたが、ポルトガルがブラジルの統治に軍を送り込んだためブラジル側の奮劇を買い、独立派はリオに残っていた王太子ドンペドロを擁立して1822年にブラジル帝国の独立を宣言し、リオはブラジル帝国の首都となった。 1832年4月4日から7月5日まで、ダーウィンの乗ったイギリス海軍のビーグル号が寄港している。ここでダーウィンは奴隷に対するひどい仕打ちを目撃した。この時の深い嫌悪感を修正忘れることがなかった。リオデジャネイロの風景帝国の首都として、行政機能の集中したリオの街は順調に発展していった。1854年には、 ブラジル発の鉄道 14km がリオに建設され、ガス明かりや電信、上下水道といったインフラも整備され始めた。1889年に訂正が廃止され、共和制に移行するものの、リオは引き続きブラジル連邦共和国の首都となった。当時の市街は、グアナバラ湾の入り口にほど近い現在のセントロ地区のみであったが、19世紀末には人口は50万。 1900年には81万に達し、違いは拡大していった。1902年に就任した第5代大統領のロドリゲス・アルベスは首都であるリオの改善に熱心に、取り組み、都市計画家、フランシス・コペレーラ・パソスを起用して、都市計画を実施し、1903年には、東西南北の幹線道路が整備された。大熱病が撲滅され、衛生状況が大きく改善したのも、 この時期である。南のボタフォゴ地区やさらに南のコパカバーナへと市街地が伸びていった。コパカバーナやイバネマへと通じる直通トンネルも建設された。ゼトゥリオドルネレス・バルガス時代の開発政策により、第二次世界大戦後に商工業が発展すると、内陸部や北東部から食を求めて大量の人々が流入した。しかし、 経済の重心は徐々に内陸部のサンパウロ市に移っていき、1950年代にはリオの人口はサンパウロに抜かれ、現在に至るまでリオはブラジル第二の都市となっている。また1960年、ジュセリーノクビシェッキ大統領によって首都はブラジリアに移され、リオは行政の中心地としての機能を失った。セントゴンもそれまでの連邦直轄区の領域、 すなわち今日のリオデジャネイロ地域は、グアナバラ州として、リオデジャネイロ州と並存していたが、1975年に、グアナバラ州とリオデジャネイロ州が合併し、ニテロイ市に代わって新リオデジャネイロ州の州都になった。1992年にはこの地で、地球サミットが開催され、環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言と、その行動計画であるアジェンダ21が合意された。 2009年10月2日、東京、シカゴ、マドリードとの投票に勝利して、第31回夏季オリンピックのリオ開催が決定した。これは、南米大陸発、ラテンアメリカ全体でも1968年開催のメキシコオリンピックに次ぐ48年ぶり2回目のオリンピック開催となる。リオデジャネイロとシ部の眺め白人、混血、黒人、その他。 19世紀末から20世紀初頭の大量の移民によって人種構成は多様化し、ポルトガル人のほか、イタリア系、スペイン系、ドイツ系、日系、ユダヤ系、デワノン系など、多種多様な人種が混在し、混交している。1872年に27万人だった。人口は、1890年に52万人、1900年に81万人、 1950年に237万人、2000年には585万人に達した。この人口増加の多くは国内移動、特に貧しい北東部からの大量流入によるもので、これにより利用しない各所にファベーラができ、貧富の差や治安の悪化が問題となっている。サンパウロに次いでブラジル第二の経済規模を持ち、 ブラジル GDP の5.4%をリオ一市で生み出している。首都移転により行政機能は失われたが、ペトロブラス社などの高企業や半官半民の企業は、ブラジリアへは移転せず、リオに本社を置き続けた。工業面でもブラジル第二の都市であり、石油生成や造船、鉄鋼、薬金石油化学、薬品、セメント、印刷、ゴム、 食品などの産業が立地している。しかしながら、経済構成で見た工業の割合は1割程度で、残りの9割は商業、サービス業からなる。昨今では、バラダ地住家地区における大規模ショッピングセンターでの商業、サービス業の進展、同地域における高層マンション、住宅の建設などが新たな経済活動の主軸となっている。リオデジャネイロ港は、 貨物取扱量で、ブラジルで3番目の港であり、不当の総延長は7キロメートルに及ぶ。リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州、エスピリトサント州、そしてサンパウロ州の貨物を主に取り扱っている。交通地図地下鉄郊外電車利用市内やその、近郊には、バスと地下鉄2路線、そして長い間便利な足として、郊外電車8路線が張り巡らされており、 比較的安価な価格で利用できるタクシーもポピュラーな移動手段である。地下鉄には女性専用車も設置されている。かつて多くの路線を有した路面電車も一路線残っている。他の都市との移動は高速道路を使った長距離バスや市内に2つある空港からの旅客機での移動が主流である。特に市内のサントス・ドゥモン空港と ブラジル最大の都市であるサンパウロ市内のコンゴーニャス空港との間にはポンチアエレアと呼ばれるシャトル便が就航しており世界でも有数の搭乗者数を誇る路線となっている所要時間はサンパウロまで車、バスで6時間航空機で1時間弱かかる長距離バスの便数も多い特にサンパウロチエテバスターミナルとの便はバス会社3社が 同区間を別々に運行しており、日中は数十分に一本の頻度で運行されている。サンパウロだけでなく、ニテロイ接続のサンパウロ駅やベロオリゾンテ行の便も多い。また、リオデジャネイロ港は世界三大尾港の一つでもあり、ブラジルでも最大級の港湾設備を有している。そのため近隣の港湾都市、当初とのフェリーの運行も頻繁に行われている。 ブラジルの文化の中心地であり、流行の発信地でもある。サンパウロ人は仕事で忙しく、リオ人は遊びで忙しいとも言われる、明るく協楽的な気質を持つ。カルナバルのパレードポルドガル語でカルナバル。カトリックの社肉祭のことで、カーニバル自体は世界各国のカトリック文化圏で行われているほか、ブラジル各地でも行われている。もともとは、 ポルトガルの社肉祭、エントルードがブラジルに渡ったものであると言われる。リオのカーニバルは派手で規模が大きいので、特に有名で、開催時期は世界各国からの観光客を集める。復活祭を基準に、退院歴で日程を決めるため毎年開催日程は、変動するが、大体2月の中旬から下旬になることが多い。なお、カーニバルといえば、真っ先に、 サンバが連想されるが、サンバ以外にも、マルシャや、ポルカなどもある。サンバの場合、ファンタジアと呼ばれる、華やかな衣装を身につけサンバを踊り、打楽器体などによる演奏や歌で更新する。4日間行われ、開催中は、世界各国から、見物客が集まる。いわゆる、リオのカーニバルとして知られているのは、マルケスジサプカイ通りにあるサンボードロモで行われる。 コンテスト形式のパレードである。ここで更新するサンバチームはエスコーラジサンバと呼ばれる。なお、学校はジョークで名付けられたもので実際はリクリエーション団体の傾向が強い。そのため多くの団体はグレーミオヘクヘアーチボエスコーラジサンバ、略称 GRES と冠が付けられ、一般的にはチーム名で呼ばれることが多い。 なお、日本ではこれらを総称して、エスコーラと呼ばれる。これらは、リオ市や隣接する他の市に点在する地域を代表する、サンバのコミュニティである。パレードは、賞金付きコンテスト形式になっており、審査が行われる。有名なサンバ団体を挙げると、ベージャフロール、ポルテーラ、マンゲーラ、インペリオセファーノ、サウゲーロ、ビライザベウ、ウニードスダチジカ、 ウニアンダイーリアなどでどれも歴史的なサンバの名手や曲を生んだエスコーラである。他にもたくさんのエスコーラが存在し順位や優勝を競っている。今日、世界に誇るリオ各地域の市民による手作り文化の結晶として光り輝いている。リオのカーニバルは1959年公開のブラジルフランス合作映画黒いオルフェの背景舞台にもなっており開催前の 人々の準備ぶりや浮かれ具合、当時のカーニバルの様子などを伺い知ることができる。オルフェ・ウヒキール、架空のエスコーラもあれば、本物のカルト・ーラフサイや、ポルテーラ、マンゲーラ、インペリオ・セハーのモチラリと登場する。1999年公開のブラジル映画、オルフェは、現代のリオを伺い知ることができる作品。リオのカーニバルのトップリーグ、グループをエスペシャルに出場する。 エスコーラのパレードテーマ曲集は毎年日本の輸入版扱いのある大型 CD ストアなどでも手に入れることができる。カーニバル後にはその年の模様を収めたビデオテープも発売されている。なお、リオのカーニバルが観光化、商業化が進むとそれにやけを刺したり、エスコーラのナイフンなどにより、カンディアやカルトーラ、メストリ、マルサルなどの著名、サンビスタが エスコーラを去ったケースも多い。またいくつかのサンバコミュニティが、ファベーラと呼ばれるスラム街に拠点があることなどから、賭博や、麻薬取引との関係も指摘される。また、カーニバル期間中は、リオブランコ通りなどをはじめ、各所で、エスコーラより小規模であるブロコやコルダウンと呼ばれる各、チームがパレードを行う光景も見られる。2011年2月7日、 リオデジャネイロのカーニバル用の用具を製作する施設が集中する地区で大規模な火災が発生し、同年のカーニバルに使用予定の出し及び衣装多数が消失するという事態が発生した。リオのカーニバル期間中の参謀ドロモデのパレードリオデジャネイロ連邦大学やリオデジャネイロ州立大学など99の高等教育機関がある。また、 ラテンアメリカ最大、世界でも7番目の900万点の蔵書数を誇るブラジル国立図書館もリオのセントロ地区に位置する。コルコバードの丘やコパカバーナ海岸は2012年に世界文化遺産に登録されている。エスタジオド・マラカナンリオのみならずブラジルを代表するクラブとして知られている CR、フラメンゴをはじめとして CR ・バスコ・ダガーマ、フルミネンセ、 ボタフォゴなどのサッカークラブの本拠地として知られ、これらのクラブは多くのクラッキ、ジョガドールを輩出してきた。2000年代ではロナウド、アドリアーノなどがリオ出身のクラッキとして知られる。また、世界最大のサッカースタジアムで1950年のワールドカップの主会場となったスタジオド・マラカナンがある。同スタジアムは2014年に行われた。 ワールドカップの主会場の一つとなった。コパカバーナ海岸コルコバードのキリスト像とリオデジャネイロリオデジャネイロは年間282万人の観光客の訪れるブラジル有数の観光都市である。主な名所は以下の通り。リオの犯罪率は高く、特にファベーラなどで麻薬組織や麻薬販売人による犯罪や殺人が多い。 2006年には2273人が殺され、10万人あたりの殺人率は37.7だった。2008年より、リオデジャネイロ州は治安回復計画を実施し、悪化していた治安を向上させることに努め、2009年から2010年の殺人率は21%減少し、治安は改善傾向にある。しかしこれに反発した。 麻薬組織と警察の対立が激化している。2016年のオリンピックの際に報じられた情報によると、2015年にリオ市で起きた事件数は殺人1205件、強盗8万1740件であり、同年の日本全国の事件数と比べても多く、人口10万人あたりの発生率で見ると、殺人発生率は日本の25倍、 高頭発生率は660倍とのことである。オリンピック・パラリンピック期間中は8万5000人の警察官、警備隊を投入し、観客やメディア関係者が死亡するような事故や事件は発生しなかった。リオデジャネイロ出身の人をカリオカという。リオデジャネイロは以下の都市と姉妹都市となっている。池永啓介、宇美道子、リオデジャネイロ、世界一名大辞典。 中南アメリカ山田陸夫、中川文雄、松本英治編、朝倉書店、2014年12月。ありがとうございます。